絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第4節をお送りいたします。モナコ対フィレンツェ、これが本日の対戦カードです。モナコの選手が入場します。試合開始の笛です。画面に向かって右にエンドを取ったフィレンツェ、反対側左にエンドを取ったモナコ。ルドイア、ヒルジュシム、5分経過、前が空いた、アラムサハル、スローインです。アナシオス、攻撃を組み立てます。ウルハイス、コーナーキックになります。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません、ね、さあここからどう攻める。センタリング、オフサイドを取られました。ラジッチ、ホルヘン、キックミスでしょう。おっとファウルを取られました。パッド、ワンツー、アナシオス、ウルハイス、ラムール、ウルハイス、これは危険だ。合わせた、ホルヘン、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。25分経過、スペースを使う、パーサイド、これはゴールキック。ヒルユシム、反応できません。
外してしまった。これは決めなくてはいけませんね。タッチラインへ逃れた。フナ体を入れてきます。ドリブルのミガ。ヒルユス。ゴール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 。決まった。さあもう一度見てみましょう。ヒルユシ。これは気をつけないと。いっていってドリブル。ウルハイス取り損ねた。オルヘン、これはファールです。これはファールです。イメロ、ラムール、ペネトレイト、コーナーキックです。セルチェンコ。ゴール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 。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0、モナコ2点リード。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと展開の早い攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦ゆっくりじっくり参りましょう。後半戦開始の笛です。ワルテオン、危険なタックル。サルナト、ヘッドでパスを送る。プレスをかけます。ワルテオン、後半5分経過しました。ヒルユシン、さあここからどう攻める。スペースを埋めないと。ハーフスカイを狙ったオリバルス。が出た。ここでシュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ヘッド、
エケメリア。ここで折り返す。これは危ない。ファーサイド。なかなか壁を崩すことができません。ウルハイス。エグゾネシュート。キルユシム。アラムサハ。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。キルユシム、ヘッドでつなぐ。合わせた。キックミスでしょう。おっと、選手の交代が行われる模様です。前が空いた。横にそれてしまった。ヘッドでパスを送る。これはちょっと危険なプレーでした。サルナト。さあここからどう攻める。エンコンが。さあできた。これは危険だ。さあここからどう収める。レボッチ。クロス。エンコンラ。ワルテオン。エケメリア。フナン。キルユシム。ボールが宙をさまよう。ボールを持たせています。コーナーキックになります。なかなかゴールを割れません。センタリング。これはチャンス。味方が手を挙げてますよ。エンコン。フナン。フラノ。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。モナコ粘り勝ちです。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・クビラがお届けいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。